ピョンピョンとザーザーじゃなくてトントントンって言ってコムに入るぐらいの感じで行ってみて。作業係になっちゃってますけど。下の方になっちゃって。こんなみんな今はバラバラです。うん。オッケー。はいねー。ちょっとビビってる。いや。大丈夫？はい。ちょっと引けてる時あるから気をつけて。やられんぞ。わかった？やたら盛り上がってるだけだからダメだから。頭使って滑るんだけど。戻して。ダメだよ今やったら。まだ入っちゃう。じゃあ次にしよう。うん。今日。
いっぱいある4527危険犯のあれだ4527危険犯の違うな抑えれそう。まあでも本当は抑えなくてもね、このぐらいのシャドウと雪だったら。でしょ？いや。あれはね、もう7分。それもう直さない。練習で。体力の限界に2夜前で。決して悪いコースじゃない。俺むしろこれぐらい浅い方が楽かもしんねいいんだけどさ、人間すごい慣れてない。慣れてて前に飛んでいくからこう行っちゃう。実際振る時こうなるんだよねおいしかも前後20秒でもあんだけしんどかったらピカピカピカあれじゃあスタートする前にこうおいしそっから20秒もういいよ。おまじんが飛んでる多分慎吾くんだと思うフロント一番いいだろうな、はい、ずーっとこうやってあれ2番だな大丈夫大丈夫そんな分かるんだこういうやつ一番なんだよ、これが頑張れミドルと入れ替わってるでも角度は難しいなああ頭こうなるやつはもう一回だめ。こうやって撮ってる逆にそれがめっちゃブレブレなんだ。あ、滑りやすくなってました？ちょっと見てみてください。待ってまーす。待ってまーす。待ってまーす。うちらしか知らねえよ。ちょっと待ってまーす。ありがとう。あ、ミッツ、俺のヘルメット取ってくるの。一応ね、全権してないとね、怒られちゃうから。そこはエチケットだな。はい。マナーです。それ動かすんですよ。ちょっと待って。それは絶対。中入れなきゃいけないんだから、発生機でしょ。はいはいはい。さあランディングしてるからだいぶここにいるんだよ俺絶対映ってねえとか思って。いやもうほんとね今の一歩で超最低よバランス崩したらすげえあっさいやー結構なんでなんか上げとかないと絶対そうあれもこっちからするとね思いっきりあ、青いですね最初ねどうしてもこういう体勢だからランディングしても後継ランディングになってるか。いやー、この辺は良かったね。関係ない。てか、何島で？あ、
下まで飛んでんの？あれ飛び越えてる。あのコブが曲がってるの？こっちの方が絶対いいと思いますよ、横さん。全体にこっちなんですよ。そうそうそう、こっちに低いでしょ、して、ね。お前らスキーヤーズ、左が斜めでしょ、硬さでしょ。だから、こっちに落ちてる。膝が伸びない。うまくいったら。